3月8日は新しい切手が久々に発売されるそうです。今あるのが唯一今あるやつはこれなんですけど、これね2種類しか違わないので、あんまり違いがわからないので、はっきり言って私としてはですね、ちょっと不満できれば10種類全部違うやつの方がいいと思ってるんですよ。まあこの辺はね、はっきり言って出す時のまあ気持ちの問題。はっきり言って私キャンペーン事務局って感情無用だと思ってるんで、デコハガキだとかプリクラとか貼って気をね、この人丁寧に書いてるとかっていうハガキを選ぶっていうところではないと思うので、そのね手法でやってるところははっきり言って検証ナビの検証。検証ナビはしっかりハガキ書いて意見書いて綺麗にしてる人をスカウトしてですね、検証のどれくらい当たってますかとか来て、それを本紙に載せてもいいですかで、どんどんなんかこう桂馬の人で雑誌に乗りたい人、乗ってもいい人を勧誘するでございます。でお金払いたくないから、ギャラを払いたくないから、まあギャラを払ってでも乗ってほしい人にはお金を払うんでしょうけど、大体ね広告料って1ページ5万とかそれくらいだと思うんですが、お金を払ってでも特集記事を書いてほしい人、おそらくあれは裸月光とかその辺に、なんか、掲載料5万とかで、まあ、事務所通してるんで、ご本人たちに出筆料がいくらぐらい来るかわからないですけれども、企画して、記事書いて、1ページ埋めて、で、5万ぐらい、事務所にお金が入って、本人たちは、みたいな、そんな感じだと思います。素人も、同じような感じだと、もっと有名な芸能人とかだったらね、もっと金額違うんでしょうけれども、まあ、裸月光と素人だったらそんなに変わんねえかなって思ってます。はっきり言って、デコハガキはオワコンなんで、もう今はウェブをどうやって攻略するか。あと、ツイッター検証とかも、まあ、最近ちょっと私、あれ以来ちょっと本当リツイートとか怖くなっちゃってさ、気軽にできなくなったんですけれども、まあ、リツイートとかもですね、私のツイッターアカウントよかったらフォローしてください。私、ツイッターはフォローバック 100% しますんで、あと、まあ、いいね返しはね、あんまできない。もう最近、アメブロとかも全然記事書けないくらい、車で移動してるんで、で、3月は地味に忙しいので、ちょっと、いいね返しね、あんまちょっとできてないんですけど、ツイッター。フォローバックは確実にやってるんで、よろしければですね、私のアカウント、特に今、育てたいアカウントは、こちら、ちょっと、リツイート恐怖症って、これタイトルにしてるね。これちょっともう私なりの犯行でですね、リツイート恐怖症、フォロワー 100% してますけど、これそのうち、ハリネズミ検証生活、私ね、これね、うずらとハリネズミ検証生活ってタイトルだったのに、なんか、ディリンゴが、いきなりの囲いが、ハリネズミさんって言ってきたの、怖くて、だって、うずらって書いてあるのにさ、一番最初、うずらハリネズミさんって言うんだったらわかるけど、ハリネズミさんとか言ってきたから、むっちゃ怖くて、キモーとかって思ったんで、はい。はい。しばらくアカウント名を書いておりますが、ツイート、リツイート恐怖症、フォロバ 100%。こちら今使ってるんで、また、あきこ1983。ですね。1982の方はですね、多摩検証なんですけれども、あっちの方は、もうなんかね、パスワードがわかんないので、なんか、ゆくゆくこっち使っていこうかなと思ってるんで、はい。で、この場合ですね、リツイート済み、私がリツイートしたやつは出てるのね。それで、まあもう、私、なるべく早く忘れていこうと思うので、
ああ、もう、あいつのことはどんどん、上書きで、どんどん行こうかなと思って。まあ、例えばこういう、この人がですよ、リツイートしてる、要するに、この人がリツイートしてるものを、そのままここでリツイートするなよってことらしいので、まあ、元々の検証主の、この人のところに行って、これ、春からめでたく大学生で、まあ、でもこういう人のプレゼントはね、でもこれはリツイートした人のやつね。だからここ、ルルコスのところに行って、ここね、ここ、まあ、いろいろ、私こういう詳細全然見てなかったんですけれども、この投稿リツイート3月8日までだから、これで、まずここに行って、こうすればいいっていうことですよ。で、はい、次ね、やっていきまーす。次は、このなんか、ガンバルイヌさんがリツイートしたこの検証があります。いつもこれで勝手にやってたから、もう文句言われたんで、ここに来て、この人の固定のこれをリツイートすると。これがね、引用リツイートだったりとかもするんで、まあ注意した方がいいです。今までも普通にこれリツイート、何が悪いって思ってたんで、はっきり言って私なんか自分の投稿がフォローされたりリツイートされたりして不快な気持ちになったことがないんで、やつの言わんとすることは分かってなかったんでね。で、これはもう他の人がリツイートしたのが勝手に表示されるけど、この人のところに行って、まずフォローして、固定のところに大体ね、全プレみたいな検証があるんだけど、これ見つかんねえな、これ。どこや、リツイートでプレゼント。1名様でクオカード。ここですね。これを探してやるっていう。この作業をしないといけないと。でもさ、この作業をして応募したらさ、あ、これはね、タグをつけてコメントで勝率アップって書いてあるんで、こういうのは、もう本当私不器用だからさ、よくわかってないんだよ。で、これスカイ株式会社のは、これで、タグをつけて、引用リツイートだよね。投稿じゃねえの？てスカイなんかようわからんな。ようわからんな。どうしたらいいの？何を書けばいいの？そうね。じゃあなんか、写真、これでいいか。佐藤正則。この人10年前に、選挙に出た人で、もうこの人が、私のことをですね、ポロリって言っちゃったもんで、ババアになんか嫌がらせされた、ちょっと恨みがあるんで、私はお前の後ろ姿を使わせていただくぞ、マジに。もう、県議会議員に出るとか言っても応援はしない。私は口が硬い人しかもう応援はしない。本来だったらね、ちょっと選挙の応援とか、むちゃくちゃしたいんだけど、ポスター貼りとかも、むちゃくちゃ手伝いたい気持ちはあるんだけど、まだ子供が、ちょうど選挙の間ってね、春休みだったりとかするんだよ。もう、N 国ぐらいのポスターだったらさ、私 N 国支持者でも何でもないんだよ。ただ、ポスターを貼ってみたいっていうので、ちょっとだけ自分のできる、ちょっとだけやらせてくれるっていうので、貼っただけなんですね。なんか N 国のね、なんか神奈川の N 国の人の今度、なんかその方が厚木市議会議員に出るとか言ってたんで、あの人なんか、すごい親切な人で、意外とね、イケメンのね、お兄ちゃんなんですよ。ちょっと楽しみだったりとかします。厚木市議って割と受かりやすいと思うので、人数もバーっといて、で、私泉さんって方がいたんだよね。なんかあの方がお子さん抱いて生まれてちょっとなんか難病があるお子さん抱えて
ポスター入れてた人のポスターをすごい覚えてるんだけど、その後なんか市営住宅とかなんとかのなんかうなのこうのとか足の引っ張り合いで結局議員辞職させられたっていうところがあったりとかする。なんかまあもともと選挙が好きっていうのがあるんで、選挙はもう私小学校ぐらいからその学校の選挙とかも大好きだったっていうノリから選挙が好き、政治が好き、あとは経済はだから経済学部に入る前は法学部に入りたかったのに経済学部に行っちゃって、もう自分の本当に学生時代18歳とか19歳とか20歳とか出るまで経済なんか全く興味なかったよ本当に。株をやり始めたのはちょっと小金がなんか一発その当ててお金がドーン入った時に、まず保険屋さんが来たのよ。なんかもう終身保険とか養老保険とかね、これ音楽とかで一発当てた人あるあるなんですけど、一発当てるとまず銀行が来てくださいって言って支店長室通してもらって、でなんか待遇が全然違う。なんか取引しに行くたびに支店長室ですごくいい待遇を受けられる。なんか待ち時間なんとかそういうんじゃなくて、で一応会社法人だったんで、法人も作ってたん で法人のその給料の振り込みとかもなんかね紙みたいな、うちは固定給で給料じゃなかったんで、自分のところの会社ってやっぱそのやった分だけの給料計算してもらったやつをなんか表にして、最初はもう自分とかで出しに行くしかなかったんだけど、そのうちなんかテレバンクで振り込みをするとかっていうのもやったことあるし、その後はもう税理士会計士に入っていただいて全部任せることができたっていう、なんかいろんな経験はしました。今実務経験で何できますかって言ったらできないんですけどね、簿記検定とか取ったんですけどね、もう全部忘れてます。そろばんもやったんですけどね、見取り算ぐらいだったらなんとかできるけど、まあもう伝票算はもう無理ですね。こっちの手を動かしながらこっちでやるのも無理だし、見取り算もね、見取り算なんか呼びながら聞くやつ、あれもう何言ってっかもうわかんない、桁がわかんねえよっていうのはできないな、もう。ただ暗算、スーパーの3桁ぐらいの商品を買って1000円税込み税抜きとかの買うやつだけは得意。これはねもうそろばんをやらされてたからでございます。あまり小さい時にやらされてなんか、結構日商のなんとかとかなんかいろいろな手算の検定も2種類ぐらいあって、両方とも1級とかは全部取ってるの。何だったっけかな、その辺覚えてないんですけど、結構有名なソロ万塾、ソロ暗教室っていうんですよ。そこに行ってですね、結構やったんです。うちの母親ね、むちゃくちゃな人だったんで、習い事、どこでも一流の習い事のところに行かせるのね。体操教室はこことか、あとは、なんか右の開発はこことか言って行かされたりとか、あとはなんか、右の開発、七座の教室とか、あとは、あったからね、私の時にも。七座先生は。で、あとは、何やったっけな。あと、音楽教室、絶対音感の教室、こことか言って、全部ね、飛び回ってたからね、ほんと最初の2年ぐらいは。なんで最初に2年か、弟が生まれたら、もう弟の方に、あーって言って、2年ぐらいで私は爆、そこから投げられたっていうか、もう放置、みたいな。弟が生まれたら、ちょっと弟の方に、あーってなって、私はもう、そこからもう、もうお母さんに育てられたような記憶があんまりないので、なんかだからお母さんに対してそんなになんか甘えるとか、買い物一緒に行くとか、そういうのはね、一切ね、ないんでございます。で、私の子供に関しては、全
全く、全く興味がないみたいで、うちの実の親はね、全く私の子供に興味がないみたいなので、すごく、なんかこう、育てやすかったです。ジジババ口と、お金も出すけど口も出すっていうジジババがいると、すごいやりづらいと思うんですけれども、幸いにして私は金だけは持ってたんで、自分の好き勝手なことができました。これ意外と、結婚して専業主婦でお金がなくて、旦那さんのお金でなんかするっていうパターンだと、結構旦那にお伺いを立てなきゃいけなくて、その旦那さんが、東大とか学歴が高い人になればなるほど、習い事に反対するそうです。結構東大に入ってる人って、別に、すんごい勉強はするんだけど、こんないろんな習い事して、こうして、こうして、お受験をして、私立に行って、そこから東大に行くとか、そういう感じじゃなくて、普通のなんか中高一貫の公立で、そのまま、東大に入るぐらいな人とかって多いんで、そういう人とぐらいしか、一般の人は結婚できないと思います。東大の、医学部とか出てとかっていう人とかは、もうガチガチのガチに、お母さんもガチの人なので、親とかが出てくるから、まあ一般的な一般人の人とかとは結婚できないと思う。もう、結婚相手まで全部親が仕切るぐらいのレベルの人が、東大とかには多いかなと。なんか金持ちがね、行ける大学みたいなポジションですね。東大っていうのは。それ、学校自体のお金は国立だから、私立大よりもお金かからないにしても、東大は金を持ってる人が、幼少期とか、いろんなところで受験とかの受験塾とかも含めて、勉強できる環境を整えられるとかっていう、環境がとにかく整ってないと、東大にはなかなか入れないなって。なんか、お金ないから、東大にとかっていう受験の仕方ではないと思います。なんか、東大における、富裕層というか、親が、なんか、偉い人とかっていう率はすごく高いので、鳩山家の人々とか、なんか、議員の息子とかさ、あと、なんか、会社の創業家の息子さんとか、なんか、すごい偉い人、親が偉い人が、結構、東大のね、の人とか多かったりとかする。で、大体なんか、東大出て、なんか、省庁の、国家公務員あたりになって、そのね、国家公務員のやつは、高慢ちきだから、マジに自分たちの価値が分かってるから、まず合コンなんかしちゃって、お金出さないからね、もう性格が悪い人と結婚しても、苦労するだけ。マジに。そう思いましたよ、私は。ほんとなんかムカつく。あいつら。まだ一応、でも名刺持ってないから、もうどこ行ったかわかんないかな。あいつら今何やってんだろう、みたいな。えばってました。検証なんですけれども、私ね、今日しくじったんだよ。だからちょっと今日テンション低いので申し訳ないです。本日もしかして当選が来るかもしれないけれども、私はいつも来るって思って、今日力いっぱいやったことを出して、当たったものもすぐに出して、次のは次を待つっていう感じなんですけど、なかなか3月ね、子供が、早く帰ってくるので、どうにも昼間の時間帯がスライドして夜にやることがいっぱいと、あと決算がすごく多いので、申し訳ない。一個と何もないにしても、その場で来てから撮ってすぐあげるかちょっとできないので、夜に、落ち着いて一本撮って、もうこの長さもね、徐々にちょっと短くなっていきますわ。喋っちゃって喋っちゃって、ノリノリで喋っちゃって、1時間半とか2時間とか行っちゃうのは、仕方がない。でもね、基本的には、忙しいので、
なんか検証もね、なんかこう忙しい時にはね、なんかミスが多いやん。今日もやっちまったからまた同じ店に行かなきゃいけないって。めんどくさい。めんどくさいでございますよ。この検証は結局どこでやってんだろう。あのね、兄はね、イトーヨーカドーで見つけた。イトーヨーカドーでは青旗はなかった。なんか検証コーナーがいつもの場所から外れてたのがちょっと特徴的でした。フォクトとか、まあでも3月はどうなんだろう、みんなどんな感じ。もう最近さ、毒吐きすぎてみんなコメントくれないんだけど、でも逆に今皆さん忙しいんだよね。ジョーも仕事忙しいって言ってたから、じゃあ私に構ってられないんじゃないかなみたいな雰囲気はちょっと感じました。あとはあのリエさんとかもさ、お子さんがあの大学決まったら上京するとか、どこに住むとか、いろんなことでね、物件探したりいろいろあるから大変だと思う。うん、だからコメントはね、なかなかねなくてね、ちょっと私カマチョ今すごい寂しいんですけど、うん、社長にも春が来たかな。うん、特に今日は言うことがないんで困っちゃったりとかするんですけど、こういうの、これお米券じゃなくてこれ卵券、これはめんどくさいんだよ。1枚の券でさ、100円の威力しかない割にはさ、店に行って卵券の意味が分かってもらえないっていう悲しい券なんでございますよ。これは6枚貼ったら当たるかもしれないって。伊藤ハムね、本当にこっちの方を当ててみたいね。こっち、これね、二宮さんはね、当たってんのよ。さっきここで、私、あの、ちょっとバーコードっていうか、この肉まんのマークとか整理して、貼り付けたりとかしたのよ。全面だったら見せられるから、ちょっと見せたいと思いますが、20枚貼って、貼れたの。イエーイ！これで応募できるとか、そういうのですね。あと、丸宮のマークを貼ってみたりとか、ちょっと焦ったのは、同じほうれん草を買ったのに、ほれぼれと茨城とマークが2個違ったのに、やっべ、間違えて買っちゃったかな、みたいな感じで、ちょっと、あの、すごい嫌だったんですけど、今、私が、あれ、これかな？あ、これですね。当たってますよ。図書カードですよ。これ。うん、ええこと、今回は二宮さんのカードなんかな。二宮さんのカードはなくなったのかな。アルツバイエルン。これね、ヨガドニクといっぱいあるんですよ。そして、意外と嵐も当たってるんですよ。フルグラのキャンペーンとか。ちょっとそこら辺ちょっと見ていきますか。ちょっともう私、今日はもう結構眠くてぐるんぐるんして、寝不足でございます。忙しくてね。忙しいことはいいことだ。何歌ってんだよ、みたいな。うん。漢字句王とかね。あと、この人。最近結婚したんだって。おめでとう。ブチッと鍋のやつ。あと、これは、ロッテ池見大輝。フルグラ、うん。今、ここにあるやつでね。これは二宮さん。これは生稲さんからもらって、これが松潤。これは誰かは小林豊って書いてある。あとは、これは普通のクオカード。ああ、クオカードだったら、クオカードであれすればよかったな。デザート買えばよかったな。ペチビスケがデザート買いたいって言って、どうしてもデザートが食べたいとか言って、なんか、あんこ系のなんかデザート買ってあげた。まあ、ちょっと、うん、買い物に付き合ってくれたから、まあ、昨日はすごいいい子だったんで、私が動画を撮ってる間、静かにして、洗濯とか、干したり、畳んだり、洗い物をしてくれたりとかしたんで、まあ、買ってあげるよ、つって、うん。買ってあげたりとかしました。あとは、あ、そう、これはね、すごいんだよ。いくら？ 5000 円のファミリーマートのクオカード。これは確かね、タマホームに見学に行ってもらった。
うん、住宅の見学。あれもね、私はね、建築が好きなんで、でも自分自体が、私自体一軒家が全然好きになれないのよ。まあ、この先、どうしても相続しなきゃいけないとかって問題が発生したら、どうするかなって。今ちょうど、大川隆法さんが亡くなって、幸福の科学のね、なんか相続遺産とかの問題でどうのこうのってやってるかもしれないけど、まあ、あの家庭は特殊なので、宗教法人とかで、法人になっているものは相続できないとかなんとかあると思うんですけれども、一般家庭においても、相続するには相続税を払えとかって、税、税、税っていうのがあるんですよ。だから土地とか、特に相続とかするとしたら、ここが先祖代々の土地だから、売らないようにみたいなさ、土地を相続したら、その分の税金は現金で払わなきゃいけないとか、もう絶対無理でしょ、そんなのみたいな。そしたら、じゃあもう、でもうち、私、長女なんで、まあ、もうね、これね、お互いの、ちょうど今、両方の親、4人、オールスターズ元気だからね、うち、まだ。介護もまだ必要じゃないから、だからちょっと、やべえよ。本当に来たらやべえよ。どうしよう。逃げようか。とか言って、うちの黒子と言ってんの。財産を相続したくて、ハウハウ言ってる人多いと思うけど、実際は財産を受け継ぎたくなくて、受け継ぐためには税金を払えって言われるから、それが怖くて、逃げるか。みたいな感じ。うん。で、今日はマルエツで頑張って、これを探してきました。なんかこのサワークリーム美味しそうなんで、ちょっとどこにある？どこにある？私どこに置いた？またサワークリームとか、サワークリーム買ってきたんだけどさ、ちょっとこれ健康に良くないから、いっぱいこれ多分ね、また来ると思うのに、どうしよう。こちら飲み物の時は楽だったけど、次は東海漬物来るから3月20日から、うちの場合は、これちょっと美味しい、小池屋って美味しいね。東海漬物は今、キムチいっぱいあるんで、今回は、前半に応募しようと思って、前半の方にかけました、これ。ああ、うまい。うん。これは、どっちの方が当たりやすいかっていうのを、予測して、当たりやすい方がいいでしょ？多分、検証に応募する人たちからすると、こっちで怖いと思うので、こっちで応募する人多いと思うので、こっちの方が狙い目ですね。美味しいよ。やばいね。でも量はそんなに多くない。この中に。吐くと酔う。こんな感じ。この一口がデブになる。ハマなんだけどさ。で、ほんまにご飯食べれなくなってんだよ。ある理由で。食べちゃダメとかそういうのじゃなくて、食欲が抑制してる。感じ。意外と私はホリエモン信者なんで、ホリエモンがいいっていうことをやるんで、鋭い方はお気づきかと思いますが、ホリエモンがやってよかったやつって言ったやつは大体私もね、素直に試してみるっていう。
ホリエモンがいいといえばタイムズの、あ、タイムズ、パーク24の買って、うん、暴落してますけどね。うん、言うこと聞いてるし、うん、優待もないし、ただホリエモン信者なんでね。で、あのガーシーが国会に出てこないって怒ってんの、胸をじゃんね、胸をが怒ってましたよ、胸をが。けしからん胸をが怒ってた。私、あの胸をむっちゃ好きなんですよ。胸をって誰かわかる？鈴木胸を、北海道の、はい、鈴木胸を、なんか捕まることにいちいちビビっとるなって。あの人が適任だよね。なかなか敵を作りたくない人はさ、あんまり表だって言いたくないけどさ、胸男は刑務所 に入ってるわけだから、もう怖いものないね、胸男とホリエモンは。うん、頼もしいよね。刑務所に入ったからって言って、もう犯罪の、あの因縁つけられて犯罪の内容よ。妬まれるぐらいの人が、警察に逮捕されるぐらいに、なこともあるんで、あの、全員が全員すっごいなんか、悪いこと、特に殺人事件を起こして警察に捕まるわけではないんですよ。本当に何それっていうようなさ、こと、何十万か警察が捕まえようとすると捕まえるんで注意した方がいいですよ。交通違反だってそうだし、あとはなんかほら、車運転してて、車止めて駐車場の前で女が立ち塞がって、行かないでとかって言ったのをさ、もう勘弁してくれよって言ってちょっと発信させるような、ゆるくだよ、ゆるくちょっと発信させるような素振りでもしたら、それでも障害だのなんだのとかって言って、連れてく材料になっちゃうんだよね、本当に。日本の警察はクソですからね。信用しない方がいい。あんまり警察ばかり呼んでるとね、このうちしっぺ返しくるわよ。無料の行政サービスじゃないんだから。行政のものをサービスと考えてるような生き方はしない方が絶対にいいと思います。あと私、スーパー3話にも行かなきゃな。小説ローザン、今、はがくだけ。でも、はっきり言って、このさ、キャンペーンの対象商品だけでは、ご飯にならんのよ。そこがネックよね。ちょっとだんだんだらけてきてるよ。これマジにやめられない、止まらない。相当美味しい、これ。やっべえ。まあ、これ、ちょっと待って、今回の商品何？商品見てなかった。ああ、これか、いらねえなあ。フレーバーストームダイヤメント、エンジョイ6点セット。まあ、いらねえけどさ。これね、美味しかったから。毎晩おやつにしよう、これ。あ、デブになるな。最近だから、お昼ご飯。あれ、私、お昼も食べないから、夕方くらいにさ、なんか食べとかないとダメだなと思って、とりあえずカップ麺をさ、なんじゃ、日清の、この辺で紹介しなかったかな。なんかほら、ケオストアの日清のキャンペーンがあって、それのために買ってね、
買ってしまったやつ、あ、これマジに後引くわ。買ってしまったやつ、うん、日清のやつね、どん兵衛、あれはまあ楽しんでるんだけど、私はうどんとそばだったらそばの方が好きなんだけど、天ぷらとお揚げだったらお揚げの方が好きっていうのが分かった。天ぷらが後乗せサクサクとか乗ってると全部食べれなくて、半分ぐらい食べたところで飽きちゃって、ね、ちびすけに、あー、お願いして食べて、みたいな。うん、うん。何これ。こういうなんか、レポート系とかも読んで。うなじろう乗ってないじゃんね。最近私びっくりしたのは、一政かまぼこの、こういう、しいたけっぽいやつ、きのこ類が出てたのがびっくりしました。そんなもん、あれしてんだ、みたいな。こういうオンライン会社説明会とか待ってさ、本とか見たりとかさ、してるともう、時間がいつまで経っても、足りなー。やべえ。このステーキはあんま美味しくなかった。あとはうちのちびすけはこのプリンが大好きです。ちゃんとやるよ検証。ごめんよ。本当になんかもうしくじったからさ、もう一回行かなきゃいけないのがすごいなんかストレス、こんなことでストレスを抱えてはいけないのだが、ストレスになっております。どこ今いい検証あるところとか知ってる方がいたら、お早くください。ちょっとコメント見てこようかな。最近コメントないんだよな。寂しいんですよ。何のコメントが？はい。YouTube のコメントがありません。マジに？あ！まさみさん来た！今日もめちゃめちゃ参考になりました。あ、ありがとう！私、去年の青旗単純な考えでサミットで3通ぐらい出しました。いろいろ考えて出さないとダメなんですね。ダメです。常に戦略立てて必ず挑戦してるハリネズミさん、ほんと尊敬。ジュース嫌いですか？それスとジュースだから美味しいと思いますよ。ぜひ飲み比べしてくださいって。まだそこらにあるよ。あ、まだね、まさみさんね、ダメなの。サミットで3つだったらそれもったいないんで、マジに、サミットで3つだったら、頑張って、スーパーアルプス当たるか、スーパーアルプス行ってみ。あとは、まさみさんね、ちょっと遠いかもしれないんだけど、相鉄ローゼンもおすすめです。相鉄ローゼンもね、おすすめですから、ぜひ一回こっちの方に来てみてくださいよ。僕が、あっちの西東京に行くのに、むちゃくちゃ苦労して、結局スーパーとかあんま出てこないとかいう状況になってるので、稲毛は当たんない。やっぱそっちの方にも、西東京の方にも稲毛はあったりとか、ヤオコとかもあったりとかするんで、ヤオコ、稲毛はベルクは当たんないんで、相鉄ローゼン、東急、その辺来てみてください。一回ね、私はね、慶応に来ても、もらいたいな。慶応ストア。来て、見てください。なんでコメント来てたのに、非表示になってんだよ。食ってばっか言って、聞き取りづらいよって言うかもしれないけど、サミットなんか当たらないので、
サミット3個応募するんだったら、まあ、1個はいいですよ、サミット。でも、当選率が低い、こういうね、方が、こういう方がって言ったら、ちょっとこういうバカかとかいつも言ってるからさ、まさみさんバカなのかって、そうなっちゃうけれども、人間、単純。だから、100名以上のところで応募したい。ただそのサミット200名とかだから絶対それで当たると思って3つ応募しちゃう気持ちわかる。でもね、穴はね、スーパーアルプス30名ですよ。うん。穴はスーパーアルプス30名ですよ。マジに。これ言っとくよ。稲毛屋100名で、東急も100円なんだけど、店舗数、そのお店の、に、の割当数を考えてですね、考える。この当選数っていうのは、店舗数によって、決まってますんで、あとこの、お店の協賛具合ですね。まあ、基本的に店舗数ぐらい、1店舗に1人当選者を当てましょうみたいな感覚で当選数を決めてますので、サミットは結構店舗数多いので、まあ、できましたらですね、青旗でしたら、当たるとしたら、ズバリ、スーパーアルプス、相鉄ローゼン、東急、あとなんか大英が結構穴ですよ。大英結構穴です。大英は結構穴なので、ぜひ、人数も、当選人数も多いし、大変や、穴。うん、マミーマートも割と、うん。多分マミーマートも出てると思います。マミーマートには、はがき嵐が、いるでございますんで、秋島とか小平のマミーマートは、おそらくはがきがないと思います。そしたら、もう、所沢山口とか、あっちの方に行ける、西東京の方のマミーマートって行けちゃう方の人たちが勝ちフラグでーす。ね。ぜひ、ばらかしてやってください。本当に欲しかったら、関東だったら、まあ、13ぐらい、ゲットできるんで、対象の店舗13ぐらい拾っていけるんで、その中の、まあ、9通ぐらい出せば、まあ、3つぐらい当たりますわ。9通出せば。で、その3つも、名前変えるんですよ。例えば、鈴木まさみさんだったら、次、鈴木まさゆきさん。で、もう一つ、鈴木みゆきさんとか名前3つ書いてください。で、固定の電話番号、携帯の番号、子供の携帯の番号とこう3つ書いてください。ここの電話番号に、携帯番号を書いたとしても、キャンペーン事務局、このポテチが口の中に広がってるな。キャンペーン事務局は電話をかけてくることはありません。配送業者が、まあ、ヤマトとか、郵便局とか、そういうですね、配達の時に、ちょっと住所が間違ってるとか、あと、なんか、会った時に配達会社がかけてくるっていう、あと、不在通知でね、私なんかしないけどさ、株主優待さ、郵便局の1枚だけさ、不在通知が入ってないから、勝手に局のさ、曲止めになってさ、差し戻しとかなんとかになっててさ、で、自分たちが勝手に気づいたからさ、自分たちのさ、業務用の付箋貼ってさ、しれっと持ってきやがったよ。ふざけんなよ、みたいな。これ明らかにお前たちのミスだろ、みたいな。ちょっと、あれ、さらしてやろうかな。そういうことすんなよって感じ。おう、これ。うちのさ、あれにさ、これが2月25日なのに、最近だけ届いたの、3月になってから届いて、まあ、伝票すりゃわかんねえかな。こんなの貼ってあったじゃん。こんなの。
保管期間経過支店通過連絡お願いいたしますとか、こんだけふざけんなよみたいな。2月25日に、だって2月25日のさ、ユニカフェさ、もう2個受け取ってんだよ。なのになんで、なんでこれだけ届いてないんだよ、もう。ほんと文句言うよってなったら、こんな付箋貼っていくんじゃねえ、これ郵便局の仕様のやつじゃん。なんか、支店間連絡お願いします。保管期間入力済みです。とか、こんなの貼って持ってくんなよ。2月25日に2個受け取ってんのに、一個だけなんか差し戻しになってる系ってどういうこと？みたいな。こういう時に電話かかってくる以外電話かかってこないので、安心してください。個人情報をね、企業がね、抜いてね、なんか、しつこく電話かけてくるなんてことはございませんので、つながる電話をかくことは重要でございます。なんかあった時のために。うん。っていうことなので、必ず、もう個人情報をばらすのは、住所の枝番をばらすとか、マンション名を書かないようにするとか、部屋番号とか、そんなことできないので、うん。やらない方がいい。住所、ぐちゃると、配達業者は、今それ、特殊な時代、詐欺とかが、大きい、荷物で詐欺をする、会社のためにですね、宅配業者は、身分証明とか、在宅とか、居住実態とか、そういうのを調査するっていうクオリティっていうのかな、よく賢そうなさ、戸田恵梨香さんとかがさ、佐賀クオリティです。大丈夫です。物流を変えますとか、あれ、織田裕二になったっけ？あんな感じで、そこのね、家に配達するのに、住所ちょっとちょろまかしての詐欺みたいなのを防いでる、節があるんで、時代がもう変遷してまいりましたんで、今まではね、住所、止めて、マンション名、部屋番号書かなくてもそこで止めるっていう作戦で、なんか住所がちょっと違うんじゃないかな、みたいな感じの作戦とか、わざわざ一桁書かないとか、部屋番号を一個間違えてでも自分のところに来るみたいなことはあったんですけれども、今ちょっとでも違うと全部差し戻しになってしまいます。なんかそういう、いろんな詐欺事案とかがあってからですね、そういう運送会社には、そういう確認、本人確認の、お達しも、その業務に入ってたりとかします。それからですね、あと何？ 1 時間もある動画だと思わなかったよなーって書かれても知らないと喋るんだからさ、あと返してないのは、あと、女王は、アルプスは、ロボット掃除機が、一番なんか当選の、人気の商品なので倍率高いですよ。何も言わないと応募用紙くれないアルプスの店舗がおすすめです。いや、うち結構、誰にでも配ってた。それで、レジ通過して、いらないおっさんが、レシートとともに、ゴミ捨てようとしてるんだけど、私が書いてるのを見ると、ちょうどゴミ箱の前に私がいて、そこの前で文字書いてると捨てらんないじゃん。これいるって言っていただいたっていうね。そんな感じで、じじいラッキータイム。あと、女王のところのコメントの返事にも書きましたけれども、東急ストアは、ゴミ箱封鎖してます。なんか知らないけど、ゴミ箱封鎖してます。京王は、ゴミ箱は封鎖してないような、一部閉鎖してたかな。レシート、不要レシートを回収する箱みたいなやつが、サッカー台のところにあって、なんかしたりとかして、私慶応に行った時になんかレシート捨てようになったおっさんに、もう捨てるんですかって言ったら、うんって言って、じゃあもらいますって言ってもらった。オール惣菜買ってるのがちょうど
惣菜が 50% ぐらいになる時間で、そう、おごる惣菜のレシートもらったわ。で、あとは、イオンなんかですね、実際、もう、8時ぐらいに行くと、まあ、多分、その前に清掃が入って、あとはもう夜間清掃になっちゃうんだろうね。閉店後の夜間清掃に入るまでの間はね、もうどすっごい、だからゴミが溢れてる。うん。ゴミって言ってもレシートよ。なんかピンク色レシートだとか、あとなんかサービス券だとかなんだとか。まあ、サービス券がついてるところは大体みんなもううざーっと思ってみんな捨てていく発想で、レシートも捨てていくっていうので、イオン系統でなんか普通そんなに応募できないよっていうようなやつで、当選がいっぱいしてて、あのタワーですとかってやってるのは絶対それ拾ったレシートでやってるんじゃねえのっていう疑惑がございます。あの、私はそのゴミ箱に手を突っ込んでまで拾うのはなかなか勇気があって、あれなんだけど、ひょろって怒ってるやつ。あれは、あの、まあ、ゴミを拾ってあげますよ、みたいな感じで、あの、溢れて出てるやつだったら、拾ってもいいかな、ぐらいな。まあ、最近イオンとか私はほぼ行かないので、イオンの検証を応募することはないですけれども、まあ、イオンとかそんな感じです。うん。なんか、まあ、夜間のラッキーな時間帯、もう、あの、サービスカウンターとかが、スーパーとかだと夜遅くまでやっている店舗だとしても、サービスカウンターって8時9時で終わっちゃうんですよ。だからそこら辺サービスカウンターとか、あと人がちょっと少なくなった、時間帯とかは結構レシートとかも小汚く捨てて、それを拾う方がいないから、そのレシート自体が対象がゆる、みんなが買うようなものだったらチャンス。あとなんか自分のレジの前でさ、なんか本気人を大量に買ってるおっさんがいて、そのおっさんがレシートを捨てようとした時に、レシートいらないんですかって声かけてみるとかね。私やってないけどね。うん。なんか、今、本気人12個とかで、これは無理だよっつって言われて、ちびすけに、そうだな、これはできないなって。なんかあの子いると私のなんか現実世界に引き戻してくれる子だからね、なかなか面白いですよ。うん、子供がいい話し相手でいいストーパーになってね、あれしております。で、本当になんかいろいろやりたいことばっかりで、あとはこちら、わらべ。これ何のために使うのって。一回こんなマニアックな検証は当たるだろうと思って、まあこういう第1回目、第2回目ってあった時は、第1回目の方が絶対当選率はね、高いんですよ。1回目と2回目比べると。そうするとですね、やっぱり1回目に応募して、もちろんウェブでも応募して、ここの、バーコードでも応募しての2回応募して、住所ばらけて、レシートは自分家の近くだから自分家の近くの住所で書いて、バーコードは、まあ、ちょっと拠点離れてる東海の方の住所で書いて、みたいな感じで、やって、もう当たんなかったから、もうダメなんだって。しかもね、Mac の検討が欲しくないし、みたいな。そんな感じでやりました。あとは、まあ、ちょいちょいいろいろやってるんでですね、なかなか当たんない人、検証やってもなかなか当たんない人、ぜひ、ぜひぜひ、コメントください。ほんとまさみさんみたいにですね、なんか知んないけど、私のとこコメントくれるのみんな、まーさー、なんとかさんっていう方がすごい多いんですけど、まさみさんのようにですね、私に聞いてください。したら、本当にズバッと当選する方法を惜しみなく言いますんで、私、何が外れてるのか、何が欲しいのか、どうしたいのかっていうのを言っていただければ、より、より、それをネタに話しますんで、まあ、青旗はね、分かっていただけたので、このやり方はね、とにかく、もうスーパー、3個しかも応募できなかったら、もう3個店分ける。その方が確率が上がりますんで、やってみてください。今日はもう仕事も忙しくて疲れてますんで、この辺で。
皆さん、本当に高い懸賞を買うときはですね、最近も1000円ノルマ多いんで、あと対象1品買って、とか対象2品買ってって、同じ丸宮でも1品買って2品買ってっていうのもあるし、税込み1000円、税抜き1000円。これも覚えておきましょう。あと対象商品を含んで、UCC の商品で1000円とかね。もうその文言で対象商品1個買ったら、あとオールフリーでいいんだろみたいな感じで思ってても、自分がいいと思ってても、金賞の条件でなかったら、それは弾かれて、もう抽選の土台にすらいかないことを、ぜひ注意してください。もう最後にですね、私これすげえ食べて美味しかったの、ほぼ、あとちょっとこれだけで、食っちゃったよ。いや、美味しかったよ。本当に。これであと食べた後胸焼けしたら、ちょっともう本当悲しいですけれども、これもね、まあ、小池屋な、大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、もっと、主軸の小池屋とかだと大きさが違ったりとか、まあ、あとカルビーとパッケージが似てたりとかするところがネックなので、この辺のタイトル、小池屋ストロングポテトチップス 55g。本当にこれを買わなきゃダメなの。55g のこれ。ね。サワークリームオニオンって書いてあるから、これは OK。で、ここもタイトルをよく見て、グラムも見て、きちんとここ55g のこの商品しか対象になってませんからね。小池屋の自分の好きな海苔塩とか買っちゃダメですからね。この辺をよく見ること大事。東海漬物も何々の 140g とかね。何々のここ指定が結構あるので、この商品を含めて、全部、この対象商品の中から500円買えって言ってるんだから、1個買って500円好きなもの買ったんじゃ当たらないっていうことぐらいはもう分かっていただけたと思います。で、こちらはウェブ応募ができます。QR コードが書いてあるからとしても、QR コードは商品を、どんな商品ですかって深く知ってほしい人のための QR だけだったりとかもするので、ケーマーの方はですね、しっかりチェックして、これは、ウェブ応募できるから、これにも絡めて、これにも絡めて、これは商品説明だけだったのっていうのもございますんで、その辺は、もう、要項はしっかり読み込む。これ重要。まあ、そのね、もうババアになってきてできることは、まず一回、はがきだけを持ってきましょう。ね。で、家で一回流し見しましょう。見て。で、買うものをしっかり決めて、メモに書いてっていうのが悩んだよね。メモに書いて、そのメモ通りに買ってくる。それくらいしないと、間違ってしまうんですよ。間違ったりとかすると、やっぱり、もう無駄なんで、単純に無駄。もう一回行かなきゃいけないから。無駄。なので、で、後追いもしちゃったりとかね。つい、もう一回来ちゃったら、もう一回違うこっちの検証、もう一本やっとこうか、みたいな。もう一個出しとこうか、みたいな。そういう気分になっちゃうので、やっぱり一回、はがきを持参して、もう、分かりにくいやつばっかりなんで、分かりやすいな、その場で、入ってすぐ検証のコーナーに行って、検証を見てすぐできるっていう、いつもの毎度同じ胸のやつでやるんだったらいいけど、ちょっとわかんないな。あと文字が読めねえなっていうのもあんのよ。もうこんなやつなんか文字読めねえもんよ。家に帰ってきて、一回スクショして、わーって広げるとか、このタイトルを検索して、そのサイトで、こうやってやればさ、開くじゃん。あと PC で見るとか、あと家だったら老眼鏡をかけて見るとかできるわけだから。そういうので、きちっと内容を把握してから、対象商品を間違えないように買って、応募しましょうということでございます。本当になんか検証当たらなくて困ってる方、この商品が欲しくて、この検証今狙ってるんだけど、どうしたらいいのみたいな感じの、ことがあるのであれば、答えますんで、
それもう前に当ててるやつだったり、であと今一緒に頑張りましょうみたいなやつだったりとかしても、私嘘つかないんで、絶対に当たる方法をまあ伝授して、おそろで当てて喜ぶっていうタイプなので、ぜひ何か検証のことでわからないこと、これ当てたいんだよみたいな目標があったりとか、この検証出てるけどどうやったら当たりそうですかとか、なんかそういうのコメントください。私怖くないんで、いや、ディスったりとかしないんで、ただツイッターとかでいきなり無礼なこと言ってきたら、アメブロにさらすって、それだけです。怖くはありません。で、ねちっこくもありません。ただあんまりにもしつこく噛みついてきて、なんかやってきたら、もう即弁護士、即裁判、その方向はもう一般の人と違って、やっぱり顧問弁護士とかに頼んだりとかできる立場なので、まあそういう怖いものがないっていうので、こういうなんかズバズバやってるってところもあるんでね。あんまりなんか悪口書かなければ、あんまそれ以上は、それ以上、悪口とか無礼なことがなければ、そんなムカつくことはないので、どうぞ絡んでください。なんかツイッターのやつでさ、すげえこいつ怖いやつって思われちゃったかもしれないですけど、意外とさっぱりしてんの。もうこいつちょっとほんと懲らしめなきゃいけないと思ったの。なんか自分から謝ってくれるんだったらいいのよ。なんで私が怒ったのかっていうのを理由を自分が聞いてきて、自分のアカウントで正々堂々と聞いてきて解決しようとするんだったらいいけどさ、どうせさ別アカからさアプローチしてさ、友達のふりしてさ、本人はこう言ってますだろ、なんだろ、なんだろ、周りからよく来てさ、その挙句さ、あなたが削除したら何々さ、もう削除すると思いますとか、なんでそれは上から目線なんだよって。お願い、人にお願いしたりとか、人と交渉するときは、必ず、自分の方を、こうしましたので、こうしてくださいとかっていう頼み方しなかったら、それ、願いは叶わないですからね。やっぱ交渉術っていうのもね、ちょっと、身につけた、まず主婦の人とかだと、そういうの分かってない人は多いと思うんですけれども、相手にお願いしたいなっていう立場の人っていうのは、やっぱりちょっと歩み寄りながら、ちょっとのことを、こう、許容して、で、自分の望みを叶えていくっていう方法じゃないと、相手の気持ちを、自分のなんか言いなりにすることは難しいっていうことはお伝えしときます。それは身内であろうが何だろうが、なんかの協力を得たいとき、自分がお願いしたいわけでしょ、その人に。なのに自分は譲歩しないで、あなた変えたら私変えますみたいな、それじゃダメなの。ギブの精神が大事。自分はこうしましたので、とか、なんかその、交渉の仕方とか言い方とかあるでございますんで、その辺もですね、考えていただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。